犯人黒幕動機すべて不明、坂本龍馬暗殺事件。坂本龍馬は幕末の土佐藩士で経営者としても活躍した人物。勝海舟と共に海軍総連署を設立したり、西郷隆盛と対面し、後に敵対する薩摩と長州の関係改善を図ったりと奔走。倒幕運動の際には会社を設立し、そこで得た利益を生かすなど非常に頭の切れる人物。しかし陰の立役者である龍馬は大政奉還の結果を見ることなく、大宮にて襲撃を受けて命を落とす。この暗殺事件こそ日本史上でも有数の謎多き事件の一つ。未だに犯人は判明していない。新選組10番隊組長の原田佐之助と推測されるが、近藤勇により関与は否認。翌年の戊辰戦争開幕により取り調べもうやむやに。龍馬に藩の面目を潰された報復として紀州藩が行ったという説。同じ幕府の組織であった京都見回り組が犯人とする説。武力倒幕を目指す薩摩藩が邪魔な龍馬を暗殺したとする風説まで当時は流れていた。あまりに候補が多すぎて、未だにそのどれが正解だったかははっきりしていない。